私はミカ、25歳。私には3つ上の姉ユリがいます。姉とは昔から仲が良く、ご近所でも仲良し姉妹として有名でした。そんな姉とは普段から買い物に行ったり、2人で出かけることも多くありました。ある日のこと、いつものように姉と買い物に行く約束をしていました。待ち合わせ場所に向かうと、いつも絶対に私より早く来ているはずの姉の姿がありませんでした。私は連絡してみたものの、留守電で電話に出ることもなく返信も来ません。私はそのまま姉を待ち続けましたが、結局その日姉が来ることはありませんでした。その日の夜遅くなって姉からようやく連絡が来ました。ミカ、今日ごめんね。ううん、大丈夫だよ。でもお姉ちゃんが約束すっぽかすなんて珍しいね。どうかしたの？実はさ、私事故に遭っちゃったんだよね。え、どういうこと？私今日待ち合わせ場所に向かってたのね。そしたら車と接触しちゃって、今病院にいるの。どうして言ってくれなかったの？怪我は？体大丈夫なの？うん、すぐに救急車を呼んだから大丈夫だったんだけどね。でも今日の約束には行けなかった。ごめん。そんなのいいよ。病院はどこなの？実家の近くの総合病院。ああ、あそこね。明日お見舞いに行くから。でも明日も仕事でしょ？大丈夫よ、命に別状はなかったんだから。ううん、私が行きたいの、心配だから。ありがとうね、ミカ。私は姉の報告を聞いて、いても立ってもいられませんでした。まさか姉が事故に遭っていて約束の場所に来れなかったなんて思いもしませんでした。私は今すぐにでも病院へと向かいたかったのですが、面会時間がとっくに過ぎていたので仕方なく明日の仕事帰りに行くことにしました。翌日、私は姉のことばかり考えてしまい、仕事に集中できませんでした。しかし残業にならないよう、なんとか定時にやるべきことを終わらせることができ、大急ぎで病院へと向かいました。病院のベッドで姉は元気そうにこっちを見て笑っていましたが、その笑顔にはどこか悲しそうなところがありました。ねえ、何かあったの？お姉ちゃんの笑顔なんだか寂しそう。ゾウ、何かあったのね。やっぱりミカにはバレるか。お姉ちゃん、どうしたのよ。実はね、私車椅子生活になっちゃった。え、それって？私もう足が使えないんだって。だからこれからは車椅子がないといけないんだって。そんな、じゃあこれからの生活どうするの？お姉ちゃんもうすぐ結婚するんだよ。大丈夫よ、車椅子になっても彼は見捨てないでくれるみたいだから。え、本当？彼氏って婚約者の人でしょ？じゃあ。そう、結婚も今のところ予定通りに進めるつもりよ。まだミカには会ってもらってなかったけど、とってもいい人なのよ。そっか、それならよかったけど。私は姉の安心そうな顔を見てほっとしました。姉の婚約者の人がいい人でよかった。私は本当に心の底からそう思ったんです。しかし2ヶ月後にあんなことが起こるとは、この時想像もしていませんでした。それは姉の事故から2ヶ月経ったある日のこと。姉が私に婚約者のシンジさんを紹介してくれるというので、私はシンジさんとの初対面を果たすため姉と共に待ち合わせ場所である公園に向かっていました。姉の車椅子を押していると、姉がある男性を視線の先に捉え、その男性に向かって声をかけようとしていました。私は姉の嬉しそうな表情からすぐにその男性がシンジさんであることが分かりました。姉がシンジさんを呼ぼうとしたその時です。シンジ。え？公園のベンチの後ろにあるトイレから見知らぬ派手な女性が出てきて、シンジさんの腕に自分の腕を絡ませてきたのです。ねえ、明日も絶対に連絡してよね。分かってるって、ユリンが来ちゃうから早く帰れよ。こんなとこ見られたら俺たちの計画が台無しだろ。だってもう待ちきれないよ。
結婚しても本当にすぐに離婚するんでしょうね。それで私と結婚するって約束だからね。分かってるって。あいつと結婚したら次期社長は俺になる。それで会社が俺のものになったら、あんな女すぐにおさらばだ。絶対だからね。やっぱりあの女の方が良くなったとか言わないでよ。当たり前だろ。あいつ足が使えないんだぜ。俺が世話しないといけないとか無理だから。だよね。ねえシンジ、うまくやってよ。私も社長夫人になりたいんだから。任せとけよ。そんなことを言いながら大爆笑の二人。そんなひどいことを思いつくなんて同じ人間とは思えないほど、私はシンジさんに怒りを覚えていました。私はシンジさんにガツンと言ってやろうと一歩踏み出しました。すると姉は私の腕をギュッと掴んだんです。ミカ、やめて。なんで？なんで止めるの？お姉ちゃん、あんなこと言われて悔しくないの？私、あんな男とお姉ちゃんを結婚させたくない。わかってる。ミカの言うことはわかってる。だけど、いいの。お願いだから、やめて。私が許せないよ。自分のお姉ちゃんがここまで言われて黙っていられるほど私は大人じゃない。お姉ちゃんは悔しくないの？悔しいわよ。でも私はこの体であいつに何にもできない。それは。でも許せないよ。いいの、もう放っておいて。姉はそう言うと一人で車椅子をこぎ始め、公園を後にしました。姉の顔は本当に悲しそうで、目に涙が溢れんばかりでした。私の大事な姉を傷つけるなんて許せない。私はシンジさんに仕返ししてやることにしました。翌日私は職場に向かいました。実は私たち姉妹は部署は異なりますが、父が経営している会社に勤めています。そしてシンジさんはもともと父の会社が取引をしている小さな工場の次男坊でした。シンジさんの実家の工場は今にも潰れそうで、経営状態は非常に深刻でした。しかし姉とシンジさんが交際するようになり、結婚が決まったということで、親会社である父の会社がシンジさんを雇用し、さらに工場も救済してあげることになったのです。私は書類を渡すふりをしてシンジさんに近づきました。シンジさんは私と会ったことがなかったため、自分の婚約者の妹だとは気がついていませんでした。そしてこの木をきっかけにシンジさんと仲良くなることに成功したのです。私はシンジさんと連絡を取り合うようになり、1ヶ月が経ちました。シンジさんは根っからの女ったらしだったようで、私に対しても猛アタックをかけてきました。そんなある日、会社でシンジさんに呼び出されました。私はこの時を待っていたんです。お昼休み、どこかで会えないかな。どうしたんですか？どうしてもミカさんに伝えたいことがあるんだ。わかりました。じゃあ会議室で待っています。ありがとう。ミカさんに会うのが楽しみだよ。私はシンジさんに呼び出された会議室に向かう前、たくさんの人に声をかけました。いろいろな用事にかこつけて、なんとかみんなを会議室に来させるように仕向けたんです。私はシンジさんよりも早く会議室に着いて待っていました。そしてシンジさんは部屋に入ってくるなり、いきなり私のことを抱きしめました。ちょ、やめてください。ミカさんの気持ちは知ってるよ。え？俺だってミカさんが好きだからわかるんだ。でも俺結婚するからさ、もうすぐ独身終わっちゃうんだよ。だから今の間だけなら一緒にいられるよ。シンジさん。ミカさん、俺と付き合ってくれる？俺今の婚約者よりミカさんの方が好きになったんだ。シンジさんがそう言うと、会議室の隣の部屋からゾロゾロと、どういうこと？とシンジさんの同僚や後輩たちが出てきました。もちろん社長であり婚約者の親である父もいます。実はうちの会社の会議室は少し特徴的な鍵型をしている上に、スライド式の壁で会議室が2部屋に区切られているのです。なので会議室の会話は隣の部屋に丸聞こえ、この会議室は父
が不便だからと何年も使っていなかったので、シンジさんはこの部屋が区切られているなんて知らなかったのです。シンジさんは突然の後輩や同僚の登場に慌て始めました。違うんだ、これはシンジ、お前婚約者がいたはずだろ。独身の今のうちだけ一緒にいられるってどういうことだよ。シンジさんってそういう人だったんすね。見損なったわ。うわぁ、こんな人の下で働いてたなんてマジ勘弁だわ。口々にシンジさんのことを責め始めたので、シンジさんの怒りは私に向けられました。お前、俺をはめやがったな。婚約者がいるって知ってて俺に近づいただろ。ひどい女だな。ひどいのはどっちよ。事故で車椅子になった姉を見捨てるんでしょ。結婚して社長になって姉を捨てるですって。それで公園にいたあの女と結婚するんだ。なんでそのことを。姉ってもしかして。そのもしかしてよ、私はユリの妹、社長の娘よ。なにシンジ君、これはどういうことだね。社長、結婚は白紙に戻そう。君の処遇も君のご実家の工場との取引も白紙だ。覚えていたまえ。君も君のご実家も僕は許すつもりはないよ。あんたなんかと姉を結婚させるわけないでしょ、この最低男。ちょっと待ってくれ。俺この先どうしたらいいんだよ。私には関係のない話だから。あの頭の悪そうな女とでも結婚したら、まあ社長でも何でもないあんたなんてすぐに捨てられるでしょうけど。待てよ、おい。シンジさんは私のことを追いかけてきましたが、そんなシンジさんを周りの同僚や後輩たちが取り囲み、シンジさんに詳しい話を迫っていました。シンジさんはどうやら他の女性社員にもあちこちで声をかけていたようで、その後いろいろなトラブルに見舞われたようです。それから数日後、会社を解雇され実家の工場も倒産したと聞きました。こんな危険なことをして、もしかしたらミカが危なかったかもしれないのよ。それでも私はお姉ちゃんを傷つけた人を許したくなかったの。たった一人の姉なんだから、ギャフンと言わせてやりたかったのよ。ミカ、お姉ちゃん、あんな男忘れて安心して次の新しい恋に踏み出してね。私がいつでもサポートするから。ありがとう。私と姉の姉妹仲はさらに深まり、また二人でいろんなところへ出かけたりしています。姉がまた恋をするときには私が全力でサポートし、幸せになるお手伝いをしたいです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。